モンスニ峠はフランス共和国サボア県にあるアルプス山脈の峠である。フランスのサボア地方とイタリアのピエモンテ地方を結ぶ、中世から19世紀頃までは非常によく使われたアルプス越えの道の一つであった。第二次世界大戦までは峠の頂上にフランスとイタリアの国境があったが、1947年に峠の南側がフランス領に編入された。 モンスニコとモンスニサンチランスレバーグモンシニーとイタリアのスーザを結ぶ古来よりの交通路である。峠の南西方向にモンスニサンチがある。峠を南へ越えた場所にはモンスニコが広がる。モンスニコはイタリア側に流れるチェニスキア川をせき止めたダム湖である。イタリア領であった20世紀前半にこの川にはダムが作られているが、 現在見られる湖の姿となったのはフランス領となった後の1968年に新たなダムが建設されてからである。峠越えの道路は北西側から以下の地点を通過する。スーザからバルディスーザを東に下ればピエモンテの中心地トリノに至る。現代の交通路は19世紀初頭にナポレオン・ボナパルトによって整備されたものでフランス領内は 県道線6号線イタリア領内は国道25号線の一部に指定されている。モンスニ峠のパノラマ線8 5 9年のモンスニ峠を描いたサシエモンスニ峠は古来からのアルプス越えの街道の一つであった。ハンニバルがアルプス越えを行った地点については複数の説があるがモンスニ峠もその一つである。312年にはコンスタンティノス一世が マクセンティウスと戦うためにこの峠を越えている。中世には、フランスからバルディスーザ経由でトリノ、あるいははるかローマへと巡礼する人々がこの峠を越えた。フランス革命戦争中の1794年4月には、トマーレクサンドル・デュマ将軍に率いられた、フランス共和国のアルプス軍が、サルデーニャ王国軍を破る戦いの舞台となった。 1803年から1810年にかけて、ナポレオンは、峠越えの道路を整備した。19世紀半ばまで、峠の両側、サボアとピエモンテは共に、サボヤア家のサルデーニャ王国の領土であり、王国の首都であるトリノと、サボヤア家発祥の地であるシャンベリを結ぶ、この街道は重要な意味を持っていた。1850年代には、アルプスを越える、 鉄道建設が計画される。結果として鉄道は、モンスニ峠ではなく、南西約1 8トルに位置するフレジュス峠の下をトンネルで掘り抜くことになった。フレジュス鉄道トンネルは1857年から工事が開始され、またこれに合わせてフレジュス峠に近づく鉄道路線の建設が進められた。 1868年には、モンスニ峠を越えるモンスニ鉄道が建設され、フレジュス鉄道トンネル開通に先立って、スーザマイナスサン・3ミシェルド・モーリーエン・ヌカンが開業する。この鉄道は、鉄道技術士の上では初めて高級的な、フェル式鉄道として建設されたものとして、記憶されている。レールの大部分はそれまでの街道上に付設され、イギリス人の運転手が運行に当たった。 しかし、フレジュス鉄道トンネルが完成した1871年に、モンスニ鉄道は撤去された。モンスニ鉄道が置き換えられたことの名残で、フランス側では、フレジュス鉄道トンネルのことを、モンスニトンネルと呼ぶことが一般的である。トンネル建設中の1860年、サルデーニャ王国は、サボア地方をフランスに割譲した。このため、このトンゲは、国境地帯となった。 1874年から1880年にかけてイタリア王国はバルディスー体を要塞化したが、この峠にも3つの石像の要塞が建設され、それを支援する砲台や防御施設が作られた。ファシスト政権機にはアルプスの壁と呼ばれる地下要塞の一部が建設された。1947年第二次世界大戦の講和条約である。 パリ条約でイタリアは峠の南東側をフランスに割譲した。自転車レースツールドフランスでは過去に5回コースとして組み入れられた。ありがとうございます。